準備は整ったみたいですね。これよりメイ隊長とキャロル隊員も私たちと共に戦います。まずはセントフォンテーヌ異常事件の調査任務を再開しましょう。現場での説明は私がするわ。ひとまずセントフォンテーヌに戻りましょう。ブローニャ、戦場に到着しました。親友、刺激的なことに挑戦するときは先に僕に言ってくれよ。よそ見せず。真相。はあ、危なかった。危うく落ちるところでしたね。地図を確認しましょう。目標地点は。今回は
渡します。貫通001隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。貫通索敵貫通索敵ガーズ完了。アルティメットブレイド完全解放。僕の発見を見てくれ。偵察小隊の情報によると、今のセントフォンテーヌの状況は以前とはまた少し違うの。以前は外部から何の問題もなくセントフォンテーヌに入ることができたけど、出るときはサード駅という唯一の出口を経由するしかなかった。だけど今セントフォンテーヌの見えないバリアは双方向性のものになっていて、外部からは入れなくなってしまった。それってつい最近起こったことですよね。その通り。今までは増援部隊を派遣できたけど、この変化があったせいで他の小隊や後方のサポートスタッフはセントフォンテーヌに入れなくなった。じゃあ私たちは孤立無援ってことですか？焦らないで。偵察小隊はもう一つ情報をくれたわ。バリアの性質に変化があったのと同時に、セントフォンテーヌ都市部に巨大な交渉が複数現れた。それらの交渉は今までのものよりもずっと大きく、さらに交渉を守るかのように構築体怪物がその周りを巡回してるそうよ。怪しすぎるやん。キャロル、あなたの考えを聞かせて。うん、その交渉が現れたからバリアの性質が変わったんとちゃうん？ええ、私もそう考えてるわ。もし本当にそうだとしたら、交渉はバリアにエネルギーを提供するための供給装置の可能性が高いですね。つまり。ええ、ただの推測だけどね。何せ敵の技術の原理は解明されてないから。そんなん
口を割るまで殴ればええんやろ。ライル、巨大結晶の位置を確認できますか？もう確認してるよ。ここで確認できるのは中央広場と少し離れた先にあるもの、その二つだけだね。それ以外は見えないな。まさか町中を探さなあかんの？あの、月の輪で交渉を探すことはできないのでしょうか？月の輪で？あ、はい。ライデン、メイダ、あのメイ隊長が私と話してる。はい。なるほど。月の輪は崩壊エネルギーの識別と変換が可能な分、その位置を割り出すこともできます。通常の崩壊エネルギー探知機より効果も高いですしね。それなら簡単だよ。セントフォンテーヌにある巨大鉱床の位置を割り出し壊せばいいんだ。ええ、そうすれば安心して支援を待ち、何の心配もなくアテンマ城に入れるわね。ブローネちゃん、指示をお願い。私は代理隊長です。ここは正式な隊長であるメイ姉さんが指示を出してください。私たち別に形式にこだわる必要なんてなかったわね。それもそうですね。正式な隊長とはいえ、私はまだ復帰したばかりだから、知ってる情報は限られてるわ。では巨大鉱床の破壊は二人で指揮を取りましょう。フォースワンで入手した情報に関することなら私が説明します。意義はないわ。協力し合って互いの足りないところを補いましょう。昔のようにね。もちろん隊員のみんなもいつでも考えを共有していいから。はい隊長。はい。ブローニ、ふむふむ、これがフラットな組織ってやつ？気に入った。ライルは適度に口数を減らしていいですから。さあ行動を始めましょう。対崩壊第2第3小隊、これよりセントフォンテーヌ内の巨大鉱床の位置探知および破壊任務を開始する。正直に言うと戦闘は開発より楽ですね。巨大鉱床見つけた。あそこよ。隊長の命令ならいつでも駆けつけるよ。やっぱり怪物が見張ってるんだ。急いで倒しましょう。ちょっと戦えるんよな。めっちゃ我慢してたの。真珠枕出撃や。神経変更。やっ。全部倒れた。今だ。この道は間違ってないよね。将来
ライデン招来。本当に機転が利くわね。急ぎましょう。次の行動座標に向かいます。でも駆けつけるよ。貫通、
次の行動座標に向かいます。行動開始。厄介な奴が来よったで。待って、月の輪の分析によると、この大物とその周りにある交渉の間にエネルギーの強制関係。リンド、略してくれへん？え、そのこの大型構築物を倒せば交渉の調子に隠されるってことでしょうか？その通り。私の指示に従って。交渉の位置やりにくいわ。
敵は私たちのやりやすさなんて考えてくれないもの。巨大コアの機能化エネルギー反応は全部消失。もしは射撃で破壊するのもありだね。あとはアテンマ城に入るだけね。その前にシシワン大橋に行ってバリアの機能が無効になったかテレサ司教に確認しましょう。バイクがあれば行動開始。私の指示に従って作戦アルティメットブレイド完全解放。テレサ司教に確認しました。外部からセントフォンテーヌに入ることが可能になりました。作戦目標クリアです。ブローニャちゃんと隊員たちのおかげね。メイ姉さん、ブローニャ隊長がちょっと困ってる。ほう、これは珍しい瞬間だね。では他の招待が到着するまでここで待機しましょう。あれ、先輩どうしたんですか？明らかにすごい何かが起こってる。しかも絶対にいいことじゃない気がするよ。魔城内部から大量の崩壊エネルギー反応を検出。今までセントフォンテーヌ内で検出した数値よりもずっと高くなっています。あ、思い出したで。うちらがアテン魔城であのデカブツと戦った後、建物が光を放つようになったんや。でもそんなに強くなかったで。アテンマ城の中の敵、天井の人が何を企んでるかは分かりませんが、その計画はすでに次の段階に入っている可能性があります。でももうすぐ援軍が来るって主教様が。そうだよ、そのためにわざわざ巨大交渉を壊したんだろ。そやけど、キャロル、何か考えがあるなら言ってみて。はい、確かに増援を待った方が安心やけど、今は敵の目的がわからん状況やし、一刻の猶予もないと思うんや。
敵には正門があることを忘れたらあかん。増援を待ってもええけど、もしあの仮面男や天井の人が正門の力を使ったら、敵もうちらの増援よりもずっと早く助けを呼べるで。確かにキャロルの話も一理あるね。そもそもどうやら第2第3小隊が先に中へ入って偵察する必要があるようですね。幸い中に入るのも初めてじゃない。それに今は倍ぐらいの戦力があるわ。みんなもこの決定に同意ということでいいですか？安心してよ隊長。神聖チュンマクラ5号今度こそ活躍するで。まだそんなに時間が経ってないのに、みんな頼もしくなったわね。善は急げ、直ちに出発しましょう。警戒を維持、戦場は職場と同じです。